こんにちは、 YouTube 図書館のアッキーです。それでは今回は小学校では学べない一生役立つ読書術について解説していきます。本を好きになってください。読書しないと人生損します。本を読めば頭が良くなります。仕事もできるようになります。読書で解決しない悩みは一切ないです。読書は誰だって得意になります。一生役立つ本の読み方12個解説していきます。1個目、とりあえず10冊読む。どうしたら本を好きになるのか、どうしたら読書が得意になれるのか、まずは10冊読むことです。はじめは薄い本でも OK です。途中で詰まったり飽きたりしたら何ページかめくって読み飛ばしても大丈夫です。どんどん読み進めてください。最後のページまで到達すると素晴らしい達成感を味わえます。最後のページまで読破した達成感、つまり読破感が大事です。10冊分読破感を味わうと本を読むことが大好きになります。僕は月に60冊読んでいます。どんどん本が好きになります。まずは10冊読んでみてください。2個目、本にどんどん落書きをする。今度は本に落書きをしてください。僕もやっています。本を読んでいて大事なところ面白いなって思ったら線を引いたり丸で囲ってください。おすすめは赤青緑の3色ボールペンです。大事なところは赤色、まあまあ大事なところは青色、大事ではないけど自分が面白いと思ったところは緑色で線を引いたり丸をつけたりしてください。そうすることで本の内容がどんどん頭に入ってきます。後で読み返した時、大事なところがどこにあったのかすぐに分かります。自分だけの特別な本にしてください。僕も本に落書きをしています。僕の場合はマーカーを使っています。赤、黄色、青のマーカーを使っています。あなたも本にどんどん書き込みをしてください。3個目、本をどんどん折る。落書きの次は本を折ることです。本を読んでいる時、大事なことが書いてあるページ、面白いことが書いてあるページがあれば上の角を折ってください。ちょっと大事な時は下の角を折ってください。3色ボールペンが手元にない時は手軽に落書きと似た効果を得ることができます。角折りを落書きと一緒に使うと効果は絶大です。僕も台本を作る時に角折りを使っています。本当におすすめです。落書きと合わせて使ってみてください。4個目、他の人の前で本を読む。カフェやリビングなど人の前で本を読んでみてください。一人で読むよりも実は集中できたりします。家族や友達と読みたい本を一緒に読んでください。読む本はそれぞれ違う本で大丈夫です。読み終わった後、本の良かったところを教え合ってください。これは本当におすすめです。図書館や学校の図書室で読むのもおすすめです。家族と一緒にカフェに行くのもいいです。僕はいろんなカフェに行って読書を楽しんでいます。5個目、本をたくさん買ってもらう。大人は自分で本を買うことができます。でも小学生は自分のお金で本が買えないです。ではどうしたらいいのか、家族に本を買ってもらってください。親は子供に本を読んでもらいたいと思っています。なぜなら読書をすることによって頭が良くなって、テストも得意になって、みんなの人気者になれるからです。ここで重要なのは一度にたくさん買ってもらおうとしないことです。まずは一冊買ってもらってください。そしてなるべく早く読み終えて感想を報告してください。親はきっと買ってあげてよかった、そう思います。次の一冊は前よりも買ってもらいやすくなります。これが信用です。信用を積み重ねてください。こちらのお願いを聞いてもらいやすくなります。本を読む人は信頼されます。本を読んでしっかりと報告をして周りからの信用を貯めていってください。6個目、読めば読むほど早く読める。できる限り1冊でも多くの本を読むようにしてください。読めば読むほどスピードが速くなっていきます。読書の速さと元々の頭の良さは全く関係がないです。読書スピードは語彙と知識で決まります。読めば読むほど語彙も増えて知識も増えます。そのためあなたの本を読むスピードはどんどん速くなります。また読書を繰り返していると次第に視野が広くなります。視野っていうのは目で見える範囲のことです。本を読み続けることによって広い範囲の文章を一気にまるで一つの単語のように読むことができます。読めば読むほど楽に頭が良くなります。一冊でも多く読むことを意識してください。7個目、すごい師匠を見つける。あなたには尊敬できる人がいますか？将来こうなりたいって人いませんか？僕たちは尊敬できる人の立派なところを学ぶことでどんどん成長していきます。とはいえ現実世界で尊敬できる人に出会うのはなかなか難しいです。
しかし本の世界は違います。本を読むことですごい人にいくらでも出会うことができます。一郎の本を読むことで一郎の考え方を知ることができます。僕も尊敬する人の本をたくさん読んでいます。たくさんのことを学んでいます。あなたもすごい人、尊敬する人の本をぜひ読んでみてください。8個目、芋づる式読書で面白い本に出会う。好きな本に出会ったらその本の周辺で次の本を探してください。同じ作家が書いた別の本を読んでみてください。これが芋づる式読書です。僕も使っています。この本の著者の斉藤隆さんの本は芋づる式でどんどん読みまくっています。一冊の面白い本をつるにして面白い本をたくさん見つけてください。成功する可能性が高いのは気に入った作品と同じ作者の本を読むことです。9個目、本屋さんや図書館を探検する。本屋さんや図書館に定期的に行ってください。書店の店員さんは読んでもらいたい本を細かく入れ替えています。定期的に行くことによって毎回新たな発見があります。たまにはいつもは行かない棚、奥の方の棚まで行ってみてください。書店や図書館の奥の方には珍しいテーマの棚があります。僕も新しいテーマの本にこれからどんどんチャレンジしていこうと思っています。10個目、今日から読書探偵。本は推理しながら読んでください。世の中には頭のいい人がたくさんいます。優れた文章を書ける小説家、多くの人を笑わせれる芸能人、的確なパス出しができるサッカー選手、みんな頭がいいです。では頭がいい人に共通する部分っていうのは何なのか。それは過去と現在の文脈を把握して先の展開を予測できることです。予測力があるってことです。この能力を文脈力と言います。文脈力を鍛えるには本を読むのが一番です。本を読むことによって将来を予測することができます。伏線をすべて拾って展開を予測しながら読んでください。探偵のように次の展開を予想しながら読むことをやってください。11個目、今日から読書ソムリエ。本を読んだら本を要約して誰かに話してください。要約とは要点を短くまとめることです。要約を上手にできる能力は要約力と言います。要約力がある人はテストも得意になります。読書感想文も簡単に書けるようになります。先ほど3色ボールペンで落書きする方法を教えました。その3色のうち赤色と青色の部分、これが本の骨格です。それをまとめると本の要約ができます。要約を家族や友人に話してください。できるだけ短くまとめるといいです。ソムリエはワインを勧める係の人です。ワインごとの味や香りの違いを短い言葉で端的に表現できる人です。あなたも読書会のソムリエを目指してください。やればやるほど上手に要約できるようになります。12個目、失敗してつまらない本を買っちゃってもいい。本を選んで失敗することがあります。本選びの失敗を減らすにはどうしたらいいのか、ここをチェックしてください。タイトル、帯文、目次、はじめに、終わりにです。本を作る人がひときわ大切に作っているところです。本を買う前に図書館で読んで気に入ったものだけを購入するといいです。僕の YouTube 図書館を見てこの本興味ある、買ってみたいと思ったら買ってみてください。でも一番大切なのは失敗を恐れないことです。人間何をするにも失敗せずに上手くなることはないです。一生懸命選んで失敗して後悔する、その経験が人を成長させます。だから失敗を恐れずに本を買ってみてください。それではまとめいきます。1個目、とりあえず10冊読む。まずは10冊読んでください。つまずいたら飛ばしちゃって OK です。どんどん先に進んでください。最後のページまで読破した達成感、読破感が大事です。10冊分読破感を味わうと本を読むことが好きになります。2個目、本にどんどん落書きしてください。本には落書きをした方が内容を理解できます。大事なところは赤色、まあまあ大事なところは青色、大事ではないけど面白いと思ったところは緑色、線を引いたり丸をつけて読んでみてください。3個目、本をどんどん折る。落書きの次は本を折ることです。本を読んでいる時に大事なことが書いてあるページ、面白いページがあったら上の角を折ってください。ちょっと大事な時は下の角を折ってください。手軽に落書きと似た効果を得ることができます。角折りと落書き一緒に使うと効果は絶大です。4個目、他の人の前で本を読む。家族や友達と読みたい本を一緒に読んでください。読む本はそれぞれ違って OK です。図書館や学校の図書室、家族と一緒にカフェに行くのもおすすめです。5個目、本をたくさん買ってもらう。親は子供に本を読んでもらいたい。
そう思っています。まずは一冊買ってもらってください。なるべく早く読み終えて感想を報告してください。次の一冊は前よりもさらに買ってもらいやすくなります。6個目、読めば読むほど早く読めるようになる。読書の速さと元々の頭の良さは全く関係ないです。読書のスピードは語彙と知識で決まります。本を読めば読むほど語彙力も上がって知識も増えてどんどんスピードが上がります。7個目、すごい師匠を見つける。僕たちは尊敬できる人の立派なところを学ぶことでどんどん成長していきます。現実世界で尊敬できる人に出会うのは難しいです。しかし本の世界であれば尊敬する人の内容を読むことができます。本を読むことですごい人にいくらでも出会うことができます。8個目、芋づる式読書で面白い本に出会う。一冊の面白い本を鶴にして面白い本をたくさん見つけてください。成功する可能性が高いのは気に入った作品と同じ作者の本を読むことです。9個目、書店や図書館を探検する。素晴らしい出会いがあるのが本屋さんや図書館です。店員さんは本が大好きな人です。そんな人が一生懸命並べてくれています。10個目、推理しながら読んでください。今日から読書探偵です。頭がいい人に共通する部分があります。それは過去と現在の文脈を把握して先の展開を予測することです。文脈力を鍛えるには本を読むのが一番です。伏線をすべて拾って展開を予測しながら読んでください。11個目、本を要約して今日から読書ソムリエになってください。要約力がある人はテストも得意になります。読書感想文も簡単に書けるようになります。3色のうち赤色と青色の部分、これが本の骨格です。それをまとめると本の要約ができます。要約を家族や友人に話してみてください。できるだけ短くまとめるといいです。12個目、失敗してつまらない本を買ってもいい。本を選ぶときに失敗する可能性を減らすにはタイトル、帯文、目次、はじめに、終わりに、この5つをしっかりと見ることです。本を作る人がひときわ大切に作っているところです。本を買う前に図書館で読んで気に入ったものだけを購入してください。人間は何をするにも失敗せずに上手くなることはないです。一生懸命選んで失敗してもいいです。その経験があなたを成長させます。失敗を恐れずにどんどん本を買ってみてください。野球選手の世界最高の舞台はメジャーリーグです。イチロー選手は以前こんな質問を受けました。スポーツ選手として人生最高の日はいつですか？イチロー選手は子供時代のすべてです、そう答えました。小学生時代、長時間毎日練習をして1日ごとに野球が上手くなっていました。そんな日々が最高に幸せだったってことです。イチロー選手は長時間の練習をしながら毎日成長するのを心の底から楽しんでいました。本をたくさん読めば読むほど毎日成長することができます。人生の可能性もどんどん膨らんでいきます。本日もご覧いただきありがとうございます。ぜひ次の動画でお会いしましょう。チャンネル登録、評価ボタンクリックいただければ励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。